冬休み何すればいいんでしょう。それ本当にね、動画にしてほしい。少々お待ちを。どうも、愛知です。冬休みに何やったらいいのっていうコメントをいただきましたんで、これについて答えていこうと思います。で、今回はですね、基礎固めっていうところと応用力っていう、まあ、この二本柱で話していきます。で、おそらく冬休みにね、冬に基礎とかありえなくねみたいな風に思う方いるかもしれないんですけど、まあ確かに応用問題、まあ、過去問とかね、そういうのを中心にやってほしいところではあるんですけど、人によっては、あとは人によっても単元によってはさ、基礎ができてないところもあるじゃないですか。で、基礎ができてないのに、応用ってやっても、これ勉強なんないんですよ、基本的に。だってできないし、基礎ができてないから。だから、基礎が必要な人はそっちの話をぜひね、参考にしてもらえたらと思います。で、まず基礎固めなんですけど、まあ本当苦手な単元を、とにかく基礎を固めていく。で、基礎を固める方法としては、別に自分の動画だろうが、学校とか塾のワークでも、まあ本屋さんに売ってるワークでも何でもいいので、何でもできます。基礎固めは。別にこれがいいよってのは特にないので、うん、自分がこれで勉強したいなと思うものやってほしい。ただ、いかんせん時間がもうないので、闇雲にね、その苦手単元が例えばいっぱい思いついちゃう方とかは、あれもこれも全部基礎やってこうってやっちゃうと、これ伸びないんですよ、得点が。で、なんでかって、基礎を固めただけでも確かに解ける問題もあります。受験でね、あるんだけど、基礎を固めた上で問題演習をして、やっと得点取れるんですよ。だから、基礎固めだけやっておくとですね、いっぱい勉強したのに得点がもう伸びないっていう状況に陥ってしまうので、どちらかというと、単元がいっぱいあるんだったら、ターゲットを絞った方がいいです。ここをやろうつって。で、ここの基礎を固めて、ある程度問題が解けるぐらいまでここを固めてやるよっていう、狙い撃ちをした方がいい。で、もちろんそうなると、じゃあやってない単元どうするんですか？受験出たら取れないじゃないですかってなるんですけど、薄くやっても取れないからどうせ。だったらターゲット絞って取れる単元を増やした方がいいです。じゃあ、どれを優先的にやるかっていうと、それは地域差があるの。みんなが住んでるその高校、まあ、その地域とかによっても、都道府県立でもね、全然違うんですよ。問題出題傾向が。で、私立ももちろん違いますし。なので、一番はその塾の先生、みんなのね、塾の先生、学校の先生に、どれが出やすいかとか、まあ、アドバイスをもらえるならもらった方がいい。で、それが分かんなかったら、自分で決めるしかないです。ターゲットを絞って。自分がやりやすいと思う単元でも構わないので、そうやってやって基礎固めやってみてください。で、応用はですね、今度はまあ過去問だったり、あとは問題集でも A 問題、B 問題、C 問題の C とか難しいじゃないですか。基礎問題、標準問題、発展問題とかもあるかな。で、その標準とか発展、まあ、B とか C 問題の難しい問題をとにかくいっぱいやりましょう。基礎も応用もとにかく問題数こなす。いっぱいやりましょう、問題を。で、できない問題がいっぱい出てきます。やっぱ応用になっていくとね。過去問もそうなんですけど、で、この時に大事なのは、やっぱりいっぱいやんなきゃって、まあ、自分も言ったからね、いっぱいやんなきゃいけないんですけど、はい、次、次ってやっちゃうと、その応用問題後でできんの自分で。っていう問題に直面するの。何かっていうとね、やるじゃないですか。丸付けするじゃないですか。解説見るじゃないですか。あ、なるほどって思って、3日後、4日後やってごらん。できないから応用問題。基礎はね、できるんだよ、それでも、割と。覚えることシンプルだから。でも、応用はいろんな公式使って、ここで技を使ってとか、いろいろあるじゃないですか。だから、ちゃんと解けるようになんなかったら、先に急いでも、何も力になってないからね。一個一個きっちり定着させる。そのために時間をある程度使うと思うの。だから、一日いっぱい勉強したのに、何問しか進まなかったよ、なんてこともあると思うんだけど、構わない。それの方が得点上がるから。一個一個できることをたくさん増やしていく。問題数をたくさんこなすことが大事なんだけど、もう一個大事なのは、できる問題をたくさん増やすためにいっぱい問題やってるんだってことを大事にしてください。なので、まあそのツールとしては、さっき言ったように、難しい問題集の難しい問題でも構わないし、加工もそうです。どれを使っても構わないので、そうやって問題数をこなしてください。で、最後に伝えたいのが、応用問題をやっていくときに、すっげー難しい問題ってたまにあるんですよ。これ加工もそうなんですけど、自分だから見てもこれやべえ難しいなっていうのが普通に高校受験とかでもあるのね。で、そういう問題にみんなが出会った時に、それをできるようにする必要があるのかないのかっていう判断をするのをいつも意識しててください。例えばみんなが偏差値60を目指してるのか65、70、75、わからないよ。で、70とか75を目指してる人が捨て問題なんて作れないんだけど、でも60とか65だったらある程度捨て問題は作れます。それ以下の方はもちろん同様です。だから、そのすっげー難しい問題をできるようにするのって時間もエネルギーもめちゃくちゃ必要なの。
じゃあそれをそこに注ぐんだったら、こいつを捨ててしまって違う問題にその時間とエネルギーを注いだ方がいいんじゃないのって思ってる人です。だから全部が全部できるようにしなきゃいけないんだっていう発想はぜひ取り除いて、自分ができるようにしなきゃいけない問題、これはできなくてもいい、もう諦めようっていう問題もしっかり作りながら問題こなして、一個一個できることを増やしていってください。